こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ダーさあ、ジョン万次郎を使って、グリーンブレイクスルー覇者の塔28回かな、行きたいと思います。みんなジョンマン使ってる？これね、こんな感じだよ。そう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 、一番写真の持ってければ地雷を踏む心配なし。そうだ、さあさあさあ、どんどん行くよ。覇者の塔ね、ちょっとゆっくりやってます。ゆっくりやってるっていうかね、まあいろいろやることあったからね。なんかさ、あってた、リンちゃんとかさね、いろいろあったわけだ、やることが。そしたら、あ、そこジョン万次郎がちょっと動きづらいね。あーあーあーあああ、はいはい、そしたら左下がいいかな。万次郎、あ、踏みまくるけど、まあ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 、これ痛いね。さあ、そしてステージ3、ここが四角いところだよね。あ、簡単じゃん、これこっちかな、もうこっちにしといた方が次無難かな。そう、間違えた、オッケー。で、次はジョン万次郎だから、万次郎は回復1個取って、どこじゃないか、そう、入れば、針だけど倒せない。次があそこね、ってことはここでいい、うん、よろしい、まあ、死ぬことはないからね、まだね。うん、まあ、やっちゃおう。白爆発がね、来る前に倒すのが一番だよ、あの安心安全戦いだから。そしてここか、うわー、嫌なとこにいるね、これまたよ。どうしようかな、こっち倒せないからいずれにしてもどうかな、上だけ倒したい。 OK で、次はね、何もできないと思うんだ。だからあえて一回ここでボスに当ててから、反射印の右側に入る。あー、間違えた、無理か。まあまあまあ、よしかな。ここでまず腰入っちゃおうか、倒して、次のアシュラで右下の反射印を倒さないと負けるから、上当ててから反射印の右、よし。そしたら次上に来るじゃん、ドスンとドスンね。そしたら壁当てて上行けばいいかな。ああ、上すぎたわ、ああ、やっぱりね、やっぱりね。ほんじゃまかこ、いや、ジョンマンは正直あまり見ないんだけど、まあでも入ったわ。あ、入らなかった。あ、入った。入ったけど意味ないですね。あ、これ死ぬかな、回復来なければ死ぬね。もしくはピオらないと。あ、ピオらない。死んだけ、死んだけだな、これは。あ、うまい。あ、回復来ない。これは危ない系ダンスじゃない、これは。おお、ちょっと当たったけど、これ死んじゃうかな。おお、生きてる。パンは、よし。微妙だな、この位置。うわー、あとちょっとだった。なんて惜しいんだ。あぶね、あぶね、あぶね。意味ねえだ。ちょっときついから、あ、いいね、いいね、いいね。その位置はいいよ。切ったー、やべえ、すげえ失敗した。だからなかなか失神しないね、彼。なかなか、彼だね。俺、下手だな。頑張ろう。おし、おし、まあまあ、ストライクショットこれ溜まったし、いろんな意味でいいんじゃないこれ。一回使ってます。ザコ一掃します。なぜなら、ジョンマンがね、なんか使えそうな予感がするんですよ。うん、
して次左上倒す。まあここで使っちゃっていいっすね。おい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 で、ちょっと失敗したね、一度にね。完全に失敗したね、ちょっとっていうか完全に失敗したね。そしたら次はで、左下で多分行くんだよね。あ、右だったか。何やるな。倒しました。次ですよ。次。ネクスト。本物は左側じゃなかった。ここだよね、確かね。左が本物のはず。じゃあ、いきます。おわね。よし！いやー、一度に最初失敗してどうするかなーって思ったけど、なんとか、かんとか、スケベな方法でね、行くことができました。皆さん、ジョン万次郎使ってますか？あの、カッパでもいいらしいよ。だからね、ぜひともね、グリーンブレイクスルークリアできない方は、ボスの本物に、このカッパか、ジョン万次郎のね、ストライクショット当てれば一撃で終わりますから、ぜひともやってみてください。ということで、28回やっとクリア！徐々に45回まで進んでますから、なんか次回からスキップ機能があるみたいなことを噂を聞いてるけども、果たしてどんな感じなのか、ちょっと楽しみです。以上、アキイコちゃんでした。バイバイ。